今回のテーマは「スバル望遠鏡宇宙の標準モデルのほころびを発見か?」です日本のスバル望遠鏡はかつてない広さと深さを兼ね備えた超コーシアシュ焦点カメラによる大規模撮像サーベイを行い宇宙の標準モデルの検証を行っていますその結果の一部が公開されましたおおよそ138億年前ビッグバンが起こりましたそれは 空間と時間の始まりというだけでなく、現在の宇宙を構成するすべての物質の始まりです。最初は、ほぼ一点に集中していたものが、途方もない速度で膨張し、物質がほぼ均一に分布した巨大なガスの雲となりました。その後、宇宙は膨張を続け、その間に空間はますます空っぽになり、物質のない、大きな、穴があり、その間には数千もの銀河が、 小さな空間に集まっている銀河団などの宇宙大規模構造が出来上がりました近傍宇宙を見た場合は銀河の分布は一様ではなく銀河が密集している銀河団や銀河団同士を結ぶ線のような構造フィラメントなどの宇宙大規模構造が確認されていますまた宇宙マイクロ波背景放射の観測により宇宙が誕生した頃の蘇生はダークエネルギーが68% ダーークマターが27通常の物質バリオンが5%ほどであることが分かってきていますこのような観測から冷たいダークマターと宇宙光による宇宙の標準モデルが確立しました宇宙論パラメータをパーセントレベルで測定できる精密な宇宙論の時代が到来する一方で宇宙の95%を占めるダークマターとダークエネルギーの蘇性は謎のままです 光で直接観測することが難しいダークマターやダークエネルギーの性質を調べる方法の一つは重力レンズ効果を使う方法です特に宇宙の大規模構造が作る重力レンズ効果コズミックシェアを測定できると広大に広がるダークマターの分布を調べることができ宇宙の進化の過程がわかりますダークマターを主成分とする宇宙のすべての物質の3次元 分布を測定できれば宇宙の構造が時間と共に成長すする様子を調べられます宇宙の構造の成長の歴史はダークマターとダークエネルギーの性質を探る鍵ですダークマターは自身の重力によって星の原料となるガスを集め銀河を形成しますつまり構造の成長を促す役目を果たします一方ダークエネルギーは宇宙の膨張を加速させ 構造の成長を妨げようとしますそのため宇宙の構造形成はこの2つのダーク成分のバランスによりますダークマターの3次元マップを作成するためには宇宙大規模構造が作る弱い重力レンズ効果コズミックシェアを測定しますまず重力レンズをおさらいしておきましょう重力レンズはアインシュタインの一般相対性理論で説明される 現象です銀河や銀河団などの質量を持つ天体があるとその影響で時空が歪みます背景の天体からの光はゆがんだ時空を通過することにより電磁波の進む経路が変わりますこの結果重力レンズ効果として観測されます例えば強い重力レンズ効果はダークマターが支配的な銀河団などでこの画像のように観測されています 背景にある遠い銀河の像が強い重力レンズ効果で円弧状に見えています。レンズ効果という名前の通り、重力レンズ効果は形と明るさのみを変えます。その効果の強さは背景天体、レンズ天体と観測者の距離を含めた位置関係とレンズ天体の質量分布によります。レンズ天体の質量が大きく、背景からの光がレンズの近くを通過すると強く見えます。 ただし、このレンズ効果は質量があれば良いので、宇宙に広大に広がっているとされるダークマターによっても作られ、弱いレンズ効果と呼ばれます。宇宙の大規模構造を銀河の分布で見た場合、このような図になります。明るく輝いている場所は銀河が集中しており、銀河団として分類されています。このような場所では重力レンズ効果が強くなりますが、 大規模構構造造では銀河がが密集していないなな複雑な構造の部分も観測すする必要がありますこのような複雑な構造に沿ってダークマターも存在しているとするとその背景にある銀河からの光は非常にわずかですが歪んで見えますこのわずかな歪みを一つ一つの銀河で測定できればダークマターの分布がわかるのですが銀河のもともとの形は様々あるため重力レンズ効果によって歪んだのか それとも元の形なのか判別がつきませんそこで同じ方向にある銀河をたくさん観測することで組織的な歪みを測定しますこの組織的な歪みをコズミックシェアと言いますこのコズミックシェアと呼ばれる歪みは非常にわずかで大規模構造が作るシェアの大きさはわずか数パーセントほどです一つの方向の値を測りたい場合は100個以上の 銀河を観測すする必要がありますつまり宇宙全体を測定するためには非常にたくさんの銀河の観測が必要になりますそこで活躍するのがスバル望遠鏡の超高子野焦点カメラ HSC です HSC は直径1.5度で1度に1.7平方度も観測できるカメラですこの図の図ように スバル望遠鏡のファーストライトや第一機の主力カメラで取得した画像と比べてみると格段に広いですこの高い観測能力を実現できているのは世界一頑丈な望遠鏡を作りその先端の主焦点に乗用車3台分の3トンもの重量を持ったカメラを取り付けられるようにしているからです望遠鏡の焦点はおおむね3つありますが他の8から10メートル級の望遠鏡では 強度が足りないので、主焦点にこのような重い装置を載せることができません。HSC の感度や、結像性能も優れており、この圧倒的な性能は、世界からも高い注目を集めています。さらに、2014年より h s c スバル戦略枠プログラムを開始し、7年間で330夜の観測時間を集中的に投資する大規模サーベイを行いました。この図は サーベイ領域を示しています HSCW と示された領域が3次元マップ作成の重点領域になりますこのサーベイの1年目のデータを使って一部の天域のダークマターの3次元分布が測定されていますこのような測定を広い領域で行えれば宇宙全体の物質の分布が求まりますこの図は HSC が観測した 膨大な数の銀河の形状を測定し弱い重力レンズ効果を利用して再構成したダークマターの二次元分布図です濃い部分がダークマターの塊が観測された場所を表します特にダークマターが集中している場所をオレンジの丸で示していますまた銀河の奥行き情報つまり赤方変移と組み合わせて弱い重力レンズ効果を利用して推定した ダークマターの三次元分布がこの図になります今回の研究成果はサーベイのおおよそ半分にあたる3年間分420平方度満月の2000個の天域の観測データに基づいていますこの図にはスバル望遠鏡のあるハワイから見える天域に今回使われたデータの場所を青色で示されていますスバルのカメラが強力といえども 前天をカバーすることがが難しいこととわかりますとはいえ研究チームはこのデータから2500万個の銀河の形を測定していますたくさんの銀河の形を測ることで現在の宇宙の構造形成の進行度合いを表す物理量 s 8を求めていますこの物理量は質量の密度の揺らぎの振幅の大きさと 全エネルギーにに占める物質のの割合に依存したものです宇宙の標準モデルが正しければさまざまな観測で得られた値は一致するはずです今回スバル望遠鏡が測定した値は0.76でしたこの値は欧米で行われている重力レンズを用いた測定と一致しますただしプランク衛星による宇宙マイクロ波背景放射の測定結果よりも 小さいことが分かりました。単純に測定誤差だけを考えると95%以上の確率で優位な違いですこの測定値が一致しない理由は現在の宇宙モデルにほころびがあることが考えられますプランク衛星が観測するのは宇宙が誕生してから38万年後の初期宇宙ですそのの測定から S8 値を得るには、 プランク衛星による結果が示唆する宇宙論パラメータで現在の宇宙まで構造を進化させ計算する必要がありますそのため前提としていた宇宙の標準モデルにほころびがあれば異なる値になりますつまり標準モデルには含まれていない宇宙の新しい物理が存在する可能性があるのですただし宇宙の測定を行うためには 系統誤差を丁寧に見つける必要があります最も顕著な例はハッブルルメートルの法則のハッブル定数の測定ですハッブルが1929年に測定したハッブル定数は現在の値よりもはるかに大きなものでしたこの測定の違いは系統誤差によるものですハッブルが用いていた距離の測定方法に誤りがあってそれが系統誤差となっています 系統誤差は宇宙を絶対的に測る場合に気をつけないといけない誤差でなかなか簡単に調べることができません系統誤差は測定する方法や装置などにより生じるためその原理や道具をよく知る必要がありますつまり宇宙を測定する方法の原理や道具を詳しく知っている必要があります今回の重力レンズを用いた 測定の場合に系統誤差となりそうなものがいくつかありますその一つは形を測定した銀河の距離です今回の測定では銀河の色を使って天文学の経験則で距離を推定する方法が使われていますこの図は経験則と物理学的な手法で測定した場合のズレを示しています天文学的な経験則では頑張っても20%ほどの確率で 間違った値になりますまた、経験則のため、正確な値を測定できません。正確に距離を求めるためには、銀河のスペクトルを取得して、赤方変移を測定すればよいです。ただし、超高視野主焦点カメラでは、圧倒的な画像は撮れますが、スペクトルを取得できません。そこででスバル望遠鏡では たくさんの天体のスペクトルを一度の観測で取得する長光子や多天体分光器 PFS を開発中です。PFS は1.25平方度という長光子波をカバーし、その中に分布する2400個の天体を同時に0.38から1.3マイクロメートルの広い波長域にわたって分光観測する装置です。 現在の8から10メートル級の大型望遠鏡でこの装置に匹敵する感度と同時観測点対数を持つ観測装置は存在しませんまた2020年代にこの装置を超える性能を持つ観測装置が実現する可能性もありませんこの装置もスバル望遠鏡の最大の特徴である主焦点を活用した観測装置です主焦点に2400本の光ファイバーを設置し 天体からの光を望遠鏡の脇にある分光器へと導きますこの写真はその光ファイバーで主焦点にはこのような巨大な補正レンズも搭載されます光ファイバーに入った天体からの光は同じデザインの分光器4台で分光されますそれぞれの分光器では3台のカメラで紫外線から近赤外線までの光を分散して記録できるようになっています PFS では2400本もの光ファイバーを狙った天体の位置に正確に調整する必要がありますこれを可能にするのがカセグレン商店に取り付けられるメトロロロジカメラです PFS は現在開発中ですが HSC と同様に観測時間を集中的に投資した戦略的サーベイが計画されていますこの HSC と PFS のデータを活用すると ダークマターとダークエネルギーの性質の探求、さらにはニュートリの質量の決定も期待されます。今後の進展が楽しみですね。この動画をご覧になって面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。